続きまして、また立体ディスプレイ、スリット制御方法、立体ディスプレイと提言するにはそれぞれ限定することが有効です。立体スリットディスプレイの光学素子図です。刺激制限スリットの立体ディスプレイのなんとか、刺激ディスプレイの光学写真、立体スリットのレンズプロジェクター、リニアステージ、立体スリット駆動機構写真があります。ディスプレイ外観図があります。ディスプレイの TFT を用いた方法があります。変更分布、スリットに戦い方法を行います。という表示が可能です。という構文、向こう水平変更、水平変更、なんだか教えたボケが確認できました。超多感より結果です。追従システム、リアルタイムのアンドディスプレイを受けることが可能です。追従システムの図、なお同時システムは使用することができます。だから装置ですね、通信プロジェクト、高次元で行く。続きまして、合言配信立体ディスプレイ本プロジェクトは一つとして開発を行いました。全体図、これです。光学ユニット平面図、ハーフミラーの形、画面の分解のが不利になる、このため、水平の処理を放棄します。設計ですね、設計が項目があります。陶芸学の配置、配置です。電源の示します。コンデンサーレーズ、光源水、光源のレーズ、外輪ハーフミラー、ロー、基板サイズはなんとか入力している指令を表示します。液晶ディスプレイ、ドライバー回路があります。風のなんとかメイクピープロのユニット、ユニット表面観測者が表示される像、フィルムにそれぞれなんとか、カラーリベースの立体像が分かります。フレキシブルユニットなんとか、フレキシブルの前後視野水平なんとか、今回は FAPO 装置による表示を行います。リグフォーカスの模型は持参加して表示されています。位置、画像空間でデッキのものを分解します。通常処理を行います。今日はモータードライバー、パルスインターフェース、将来展望を見られると手法はアプローチであります。ご覧いただきま、明るいの放送で増えつつあります。続きまして、半導体光源などデバイスの操作の方法であります。光変調に使用して方法であります。変調を表現して方法であります。いくつかの、なんとかなんか方法が加えて、いくつかの方法が定義できます。電流量の大リタ演出性の実現であります。実現関係しています。ディスプレイの情報と魔法のなんとかであります。ディスプレイの情報をデバイスするのは困難です。なんとか主役ディテールディスプレイの情報量、ケンブリ大学が立体ディスプレイで開発されたディスプレイです。ソニックのディスプレイ、今井博先生、立体の視野の開発、画像、フィルムの画像開発、ここで画像、次ディスプレイの研究しましょうか。フィルターですね。画像表示の文法であります。ノイズの影響を検出できます。表示、CPU で毎秒60の作業が効くようになります。周囲の独立に可能です。左右が1奇跡。で、左右は、なんかこれやったような気がしますね。データ要求。カンファレンス。ディスプレイ、ディスプレイの放送を示します。ソシルで投稿するし。スリットディスプレイの光学測定図。スリット。ハーフメイル、リニアステージ。そういったディスプレイ、リニアステージ、これ同じのをやってないですかね。レギュンを実施したという。スリット、それから空空間、スリットいきます。確認できました。これなんか同じのが、同じのを印刷してます。次こうディスプレイ、立体ディスプレイ本プロジェクト、ディスプレイの概要、基本の概要として重要。リングを観測した近くします。フェルムの設計、満足することになります。このために、設計して、情報を報告します。あ
れ、なんでこれまともないな。東京の配置、小さくするニューヨークのエプソンをのあれを減らし使用を示します。ユニットなんとかコンデンサーレンズ、同じですね。ハーフミラー、少なくなる。なんでこんな同じの。アナログレゼンがある。カラーバリュー。ヤドピッチがあります。水色検出。ことでありました。これです。モバイルなんとか。通信モジュール、指揮タス内蔵伝送。次、F フォーマー指揮タスモジュール伝送です。ちょっと昔のじゃないですか。アルミなんとか、モバイルな片付けベッド、スリーホームズグループ、モバイルビジョンシステム、なんとかクライアントプロできます。イメージングエンジニアリングシステム見たか。大学間遠隔コミュニケーションのための高品質画像伝送システム、広島大学の西村先生、田島先生、相原先生、近藤先生。キャンパスを要するインターネットを介したようなシステムが高まりつつあります。デマンド、ディスタンス、ディスペーションラーニング、これからの数年で取り上げが予想されます。現在広く知られる遠隔会議システムの例とはネットミーティングやオリガナなどがあります。一方、キャンパスネットワークは実験が整備されたシステムであります。本システムはパリティの領域を拡張があります。システム構築、本パリティのメディアに示します。ヘッドユニットの向きをシーケンスの状態で測ります。ロバスト性の強調、パケット損失を回復できる温厚でデータがあります。15本のメーターがヘッドので同期しています。電池のパケット損失の余計のパケット損失が回復できません。遠隔デミ広島大学 JGN です。本システムはイベントで用意した実験を行っています。ネットワーク構成、広島と東京。本システムは最終的な目標、一般家庭で利用できる FTTM 環境において、可能とすることです。小方向によって、します。東京大学ではシステム経路は東京の濃度、大阪の大阪大学、キャンパスで11ホップの到達して、広島大学システムがまた遡ります。インターネット会社大学コミュニケーションに実現されるパケット損失を開発しています。WiMAX 回線、動画伝送装置の紹介と、アルミニウム、モバイル、最大フレーム、重力、4ビットです。モバイルなどハンディカムを、ハンディカム装置、ワイルドクライアント PC、イメージングシステム、複数回路の津田、どうする評価、津田さん、指導教官ご同行です。インターネット動画配信ナビが増え、回数が増えています。複数経路送信アルゴリズム、ここの研究では、外の金具が提案されたアグルメによる、操作、Linux トンネルリングを用いて、バケットに送信して、複数のバケットを受信します。押収した何とかがあります。単位スケールを複数のコースループが得られました。音声のテストの結果を述べます。音声のテストの結果としては分かりやすい、スループットの測定の結果、複数経路が有効されています。システムはエルミネーター構築したが、ネットワークを実験したが、可能でシステムが違います。続きまして、2.4GHz 無線動画配信システムのイプロス、東京通信機。東京通信機。ブランド名。ダイバーシティ方式。受信機はダイバーシティ方式。画像情報長距離無線装置の紹介です。高画質の5年、2年の紹介。受信が送信機受信、ダイバーシティ受信アンテナ、カメラ、送信アンテナがあります。観測集合のなんとかの。OKE のサービス、インピーダンス。続きまして、テクノロジーレポートで高品質な映像サービス実現見てから視覚特性モデル、藤林明さん、文チェンジ、総合研究所。いわゆる開発や相当の高ディスプレイ投資を行い、端末、移動端末利用なんとか動きにもよる。ところで特殊なバイクさんです。ボケているものは増加するが、なんとか
動きに基づく、なんとかぼやけて考察する映像、利用される制限波なんとかターゲット指標を明らかにしました。マーキシングのメカニズム解析、本モデルの応用効果、ターゲットでのワークスペースがあります。基づき自然の感覚だけです。本を含まれる枝のように考慮する必要があります。4音源画像を用いて交換するところ、交換収集を先行、あたかも一定周回することから行われています。 It is dream to the experience of dispensed possible。